続いてはフェアチーム賞の表彰です。フェアチーム賞は年間を通じて最も反則カードの累計が少なかったチームに贈られます。2017年シーズンフェアチーム賞に輝いたチームは、男子は駿河台大学、女子は山梨学院クラウニンググローリーズです。駿河台大学を代表して土橋達也選手、山梨学院クラウニンググローリーズを代表して白石里奈子選手はご登壇ください。ベストアンパイア賞の表彰です。2017年シーズンベストアンパイア賞に輝いたのは、男子リーグ東京ホッケー協会近藤聡さん、女子リーグ山梨県ホッケー協会相馬千恵子さんです。おめでとうございます。どうぞご登壇ください。最優秀新人賞の表彰です。最優秀新人賞は新人選手の中で2017年シーズン最も活躍が著しかった選手に贈られます。2017年シーズン最優秀新人賞に輝いた選手は、男子 H2 セルリオ島根フルバック亀山和也選手、女子立命館ホリーズミッドフィルダー浦田香奈選手です。おめでとうございます。なお、男子 H1 につきましては該当者がいませんでした。また本日は亀山選手は欠席です。これからもこの賞に恥じないよう精一杯努力し、日々練習に励んでいきたいと思います。続いては最多得点選手賞の表彰です。最多得点選手賞は2017年シーズンで最も得点を挙げた選手に贈られます。2017年シーズン最多得点選手賞に輝いたのは、男子 H2 12得点を挙げました、リーベ栃木フォワード大橋正樹選手。男子 H1 10得点を挙げました、山梨学院オクトーバーイーグルスフォワード山崎浩二選手。そして女子10得点を挙げました、山梨学院クラウニンググローリーズフォワード河村元美選手です。トロフィーが授与されました。おめでとうございます。今シーズンも新しいチームでのプレーをするんですけど、この賞に自信を持ってやっていきたいと思います。続いて女子リーグ2017年シーズン優秀選手賞の表彰です。優秀選手賞に輝いた選手には、今回の表彰式のため特別に着物生地で作られた和風ブーケが授与されます。それでは発表いたします。まずはゴールキーパー、ソニーホッケークラブグラビアレディース浅野咲雄選手。浅野選手は4回目の受賞となります。続いてフルバック、ソニーホッケークラブグラビアレディース坂口真希選手。坂口選手は2回目の受賞となります。続いてフルバック、コカ・コーラレッドスパークス西郡恵美選手。西郡選手は初受賞となります。フルバック、コカ・コーラレッドスパークス太田明子選手。太田選手は初受賞です。同じくフルバック、天理大学ベアーズ松本夏葉選手。松本選手は初受賞となります。続いてミッドフィルダー、ソニーホッケークラブグラビアレディース真野ゆかり選手。真野選手は初受賞です。同じくミッドフィルダー、ナントピンコシューティングスターズ野村かな選手。野村選手は初受賞となりますが、本日は欠席となります。続いてフォワードです。ソニーホッケークラブグラビアレディース清水みなみ選手。清水選手は2回目の受賞となります。同じくフォワード、コカ・コーラレッドスパークス加藤明子選手。加藤選手は2回目の受賞です。フォワード、山梨学院クラウニンググローリーズ狩野真美選手。狩野選手は初受賞となります。そして最後にフォワード、山梨学院クラウニンググローリーズ川村元美選手。川村選手は2回目の受賞となります。それでは最後に女子最優秀選手賞を発表いたします。どうぞ皆様前方のスクリーンにご注目ください。
年シーズン女子最優秀選手賞に輝いたのはソニーホッケークラブグラビアレディース浅野咲雄選手です。浅野咲雄選手は2回目の受賞となります。おめでとうございます。ステージ中央へお進みください。最優秀選手に輝いた浅野選手には MVP 和風ブーケが授与されます。一昨年に続き昨シーズンも選出していただきありがとうございます。毎日一緒に過ごしている仲間やいつも支えてくださるスタッフ関係者の皆さんに感謝しています。私事ではございますが昨シーズンをもちまして現役生活を引退いたしました。15年間たくさんの人に出会い貴重な経験をさせていただき本当に充実した選手生活を送ることができたことに感謝しています。今後は今まで一緒に頑張ってきた仲間の応援をするとともに何か私にできることがあれば貢献していきたいと思っています。本日は本当にありがとうございました。最後に一般社団法人ホッケージャパンリーグ内藤隆理事長より栄誉のご挨拶を申し上げます。こうして高本日比谷杯、はい、2017日本ホッケーリーグの表彰式も無事に終了させることができました。本当にありがとうございます。今日受賞された皆様におかれましては今後も引き続きホッケーに勤しんでいただいて日本のホッケーのために良いプレーを日本のホッケーファンの皆さんにお見せいただきますようお願い申し上げます。そしてホッケー日本リーグといたしましてはこれからの将来の子どもたちが何をスポーツやっているの胸を張ってホッケーをやっています、それはすごいねと言ってもらえるような世の中を作っていきたいと思っております。これからも皆様のご支援何卒よろしくお願いいたします。それではここで今年3月に行われるホッケーチャレンジカップ東京の詳細を発表させていただきます。ホッケーチャレンジカップ東京は3月16日金曜日から18日日曜日の3日間駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場にて開催いたします。主催は一般社団法人ホッケージャパンリーグ、共催公益社団法人日本ホッケー協会、主幹東京ホッケー協会、公演は朝日新聞社日本乳がんピンクリボン運動を予定しております。参加チームはソニーホッケークラブグラビアレディス、コカ・コーラレッドスパークス、南都銀行シューティングスターズ、グラクソスミスクラインオレンジユナイテッドの4チームで1日に2試合を行うリーグ戦となります。働く女性を応援するをテーマとし、ホッケー及び日本代表選手の東京における認知度向上を図り、オリンピックの成功とオリンピック後へのレガシー継承を実現することを目的に開催され、当日はホッケーの体験教室や都内女子チームを招待した講習会、エキシビションマッチなども開催する予定です。でその他詳細につきましては決まり次第ホッケージャパンリーグのウェブサイトなどで発表させていただきます。皆様のご来場そしてご取材をよろしくお願いいたします。以上をもちまして高円宮杯2017ホッケー日本リーグ年間表彰式を終了とさせていただきます。